竹下直子は日本のファーストレディ、旧姓は遠藤、夫は内閣総理大臣、衆議院議員の竹下昇。漫画家の駅駅、ミュージシャンの醍醐は孫。1926年、銀行員、遠藤捨て次郎の娘として島根県に生まれる、十文字高等女学校卒業。1946年、東園で戦災をなくした、 竹下昇のもとに19歳で5歳としてと次、とうとの間に一難三上を設ける。近年では、孫の醍醐のブレイクもあり、テレビに出演して、夫のエピソードを何度か語ったこともあった。2010年6月に、肺炎で入院、一旦は回復して退院し、その後は、次女マルコが介護をしていたが、同年9月19日に突如発熱して、救急搬送され、 翌日丸子とその娘駅駅、もう一人の孫一家が見守る中2010年9月20日の未明死去。84歳坊ー母子は長女一子の夫で、金丸真の長男でもある、金丸安信が務めた。AB 竹下直子さん死去後竹下登元首相の妻47ニュースハット AB 竹内正宏、家系図とお屋敷で読み解く。 歴代総理大臣、昭和、平成編、P247、週刊新潮2010年9月30日号母姫、竹下登首相亡き後も慕われた直子夫人の、人徳、永久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 のぶっちゃけ体。新書館、2009年、53ページ。週刊新潮2010年9月30日号母姫、竹下登首相亡き後も慕われた直子夫人の、 人徳世界バリバリバリュー2007年11月14日、踊る。サンマゴ点2009年11月24日、月間リベラルタイムブログ。第五オフィシャルブログハット第五オフィシャルブログ特別、養護老人ホーム、知らね生命園概要デコで,でグリーン。ありがとうございます。